はい、おはようございます。アンジーです。いつもブログを見ていただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとこの頭蓋骨くんは後に登場ですけども、今日はですね、この脊柱管狭窄症のお話の、続編ということでお話ししていきたいと思います。で、これですね、前回も言いましたけども、やはりその神経の痛みか筋肉の痛み、原因がですね、2つあると。で、脊柱管が、細くなってたら、なかなかやっぱり手術の方向は非常に強くなるんですが、骨の歪みと筋肉の関係だったら、施術してですね、骨の位置を直すとか、施術して筋肉の張りを取るっていうことは非常に可能性としてはあります。で、やはりこの神経の感じだったら、ちょっと今くしゃみ出されたんですけどね、我慢しました。で、ですね、このオペって書いてますよね。で、この下は筋肉って書いてるんです。筋肉だったらですね、施術してですね、緩めていくと、可能であります。で、僕はなぜこんなにこだわるかというとですね、僕のところに来ている十数名の方が、やはりその脊柱管狭窄症であってもですね、痛みの出てるところが、90% ですね、お尻なんですね。お尻から、太ももの付け根、股関節ですね。あとはそのすねの方のしびれっていうのが一番多いんです。で、そこをですね、僕は痛みを取っていくことによって、やはりその脊柱管狭窄症、神経の痛みだけではないなと僕は考えたんですね。感じました。実際ですね、症状良くなってます。だから、僕は最終的なその手術っていうよりも、まずそこに行くまでに、できるだけその施術でですね、痛みを、いや、しびれをですね、取っていけたらいいかなと思いますので、ぜひですね、ちょっとお医者さんに言われても、ちょっと考え直して、ちょっと自分でですね、そのマッサージを探すとか、ストレッチをするとか、その、むちゃくちゃなストレッチはダメですけども、そういう感じで筋肉を緩めるっていうことをですね、ちょっと意識してほしいと思って、ちょっと補足で今回、動画を撮りました。こんな感じですね。手術っていうのはもう最終手段だと僕も思ってます。実際自分もですね、手術をしてですね、後遺症ということで悩まされましたし、別にそれについては後悔はしてないんですけども、できたらあなたにもその手術っていう選択肢をやっぱり、取ってほしくないって僕も思いますので、ぜひですね、手術の前にはそういうマッサージとかそういう形でですね、その手術しないように持っていってほしいと思います。こんな感じでですね、今日補足でお話しました。ではですね、また次回お会いしましょう。それでは、さよなら。